皆さんこんにちは。Be レジェンド管理栄養士の宇野芽です。今日は私のおすすめプロテインベスト3を発表したいと思います。よろしくお願いします。1つ目、ピチピチハッピーチです。私まあ酸味系が結構好きなんですけど、ベリーとかパッションとかもあるんですけど、ピーチ味のあのものが好きなので、酸味もほどほどであって、でピーチ味もすごく美味しいので、ピチピチハッピーチが大好きです。2つ目はジュニアプロテインののびのびいちごです。こちらはですね、いちご味って普通の WPC シリーズでもあの初恋のいちご風味あるかと思うんですけれども、それに比べて酸味が強い、ちょっと本物のいちごに近いような、そういう味なんですよ。私もともとすごいいちごミルクが大好きで、よくお家でも牛乳と生のいちごを入れて、そこにちょっと蜂蜜とか入れてミキサーでガーってやって飲んだりとか、そういうのがすごく昔から好きなので、その味に近くてすごいリアルで美味しいなと思ってるので、2つ目はジュニアプロテインののびのびいちごです。そして3つ目の前に番外編の発表をします。番外編はですね、WPI の地中海レモン風味になります。私まあ普段スポーツしていて、バドミントン行くんですけどね、必ず練習中に飲むドリンクとしてスポーツ&リカバリーのラララライチに、まあ、BCA を混ぜて飲んだりとか、アミノフロージョンも飲んだりとかするんですけれども、最後に少しドリンクが、まあ、シェイカーの中に余るんですよ。その余った中にプロテインを入れて、プロテインとして今度は飲みたくって、ってなった時に、普通の WPC ですとミルク感があるじゃないですか。でもこの WPI の地中海レモンはさっぱりと飲めるので、スポーツドリンクとかが入ってる中に一緒に混ぜても全然味邪魔しなくて美味しく飲めるんですよ。なので練習行く時は地中海レモンも持って行って、最後練習終わりのちょっと残ってるシェイカーのところに、それを入れて飲むという飲み方をしています。ぜひこの飲み方おすすめですので、お試しいただきたいです。最後、3つ目です。ソイプロテインのウェイトダウン、寄り添いココアになります。日々会社でも新しい商品の、試飲であったりとか、既存の商品でも工場で新しく作って詰めるっていう時に、毎回品質保証の観点から確認をするんですね。まあ、今までお出ししているものと味に変わりがないかとかっていうのを必ず確認するようにしてるんですけれども、まあ、その頻度がすごい多いんですよ。プロテインが日常に溢れてる、そういう、まあ、環境にいるんですね。そんな中でも自分で買ってでもお家でも飲みたいと思って買ってるのが寄り添いココアになります。なんで好きかって言いますと、ソイプロテインってやっぱ大豆が原料になってるので、やっぱちょっとザラザラしたりとか、きな粉感みたいなのがちょっと特徴で、実はもともとすごく苦手で、私あんまり飲みたくないなって思ってたんですけど、この寄り添いココアはですね、もうめちゃくちゃ美味しくて、今までの私のソイが苦手というその概念が覆されて、もう一番好きって思うほどすごく美味しくって、買ってでも自分で飲みたいと思って飲んでるプロテインになります。それではですね、今日はぬのめの飲みたいプロテインベスト3を、発表しました。ぜひ、私の、おすすめベスト3のプロテインをですね、皆さんもお試しいただければと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。